今日はスマトラちゃんに餌をあげます。でかいね。どうすかこのでかさ。でかいでしょ。かわいい、キュート。今ね、あげるから待っててね。よし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 。ちょっと待っててね、今温めてますんでね。よしよしよし、うん、はい。今日はですね、私が最初に買ったヘビ、このスマトラブラッドパイソンですね。これね、なんでね、このヘビを選んだかと言いますとね、うちではね、ヘビを最初に買ったのは娘なんですが、娘がね、ボールパイソンを飼っていて、ボールパイソンをね、見てね、なんかね、胴体が太くてね、なんつうんだろう、ニョロニョロしてないヘビじゃないっていうのはね、なんか結構ね、衝撃的でしたね。なんか太いヘビってかっこいいなと思ってね、インターネットでね、ヘビを調べたんですね。ヘビを検索してね、太いヘビを探していたらね、真っ先に出てきたのがこのスマトラブラッドパイソン。これを見ましてね、もうね、一瞬で、なんだろう、ヘビを飼いたいというよりも、このスマトラブラッドパイソンを飼いたいっていうのが一瞬でね、もうときめいてしまいましたね、心がね。もうスマトラブラッドパイソンが欲しいということでね、その時一番近かった静岡のイベントに行きましてね、イベント会場で、スマトラブラッドパイソンをお迎えしたのがヘビの最初です。とてもおとなしいです。今でもどうですかこのおとなしさ。私が飼い始めた頃はね、本とかね、インターネットを見てもね、ブラッドパイソンは荒いと書いてありましたが、 CD 化が進んでだいぶおとなしくなっているようです。この通りね、もう全然威嚇などは全くしてきませんね。でね、とにかくね、もうこのブラッドパイソンの魅力と言いましたらね、間違いなくこの太さ。ちょっと伸びてもらおうか。よいしょ、ごめんね、よいしょ。この太さ、長さに対してのこの太さ、まあ大体の人がね、土の子をイメージすると思います、ね、この長さですから。非常に太いです、長さに対しての太さ。そしてこの英語でね、ショートテールパイソンと言われるこの尻尾、総排泄口がここなんでね、尻尾はここから先ここだけです。ショートテール、ここまでし、ここから先が尻尾、ここまでは胴体、この辺です。そしてここには、ごめんね、ちょっと蒸してね、ここにはなんか出てきそう、本人が出ちゃって、本人が出ちゃってダメです、ごめんね。総排泄口の横にはこのように毛爪があります。足の名残のようなもんですね。これね、これ見ますかね、爪、これね、一対の爪があります。こっちもヘビみたいね、かわいい。ぶっとい。さあ、そろそろ餌をあげましょう。よいしょ、重い、いいよ。で、こう首にかけるとこんな感じです。はい、シュッ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 、あーたた重いな、こんな感じ。いやいやいや、あー、はい、もうね、すでに熱々ラットは出来上がっておりますので、こちらを与えてみたいと思います。熱々ラットを与えてみたいと思います。おー、これは飛んできますよ。これをね、こんな感じ。はい、これね、縮まってますね、胴体がね、ほら、わかります、飛ぶ準備をしてます。胴体が縮まって、わかりにくいかな。はい、行きます。
はい、行きます。はい、行きました。はい。あった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 。はい、はい。このね、普段はおとなしいブラッドパイソンちゃんもね、餌となると、このように激しく巻きつきましてね、この太い胴体で。こんなぶっといのに、ちゃんとラットを一周するような巻き方ができます。で、私もね、餌と間違われて腕を巻かれたことがありますが、かなりきついです。もう血が止まっちゃってね、このまま置いといたら確実に腕がダメになっちゃうかなっていうぐらい、かなりきつい締め方をしますが、ねえ、この太さで締めるっていうのはね、また、なんつうんだろう、魅力的ですよね、やっぱね。ブラッドパイソンの魅力は太さ、じゃないかと思います。